おはようございます。ベイサイドイングリッシュ英語コーチの中尾正弘です。今朝もこれから初のビジネス英語勉強会横浜へ向かうところです。今日はですね、お一人、お休みということと、あとは金曜日からの振り返りで、もう長く続けていらっしゃる方がお一人、いらっしゃる予定です。ですので今日は私を含めて7名ですね、全員、満員ということになっています。今日のテーマはですね、 NPR からピル、ちっちゃい、錠剤ですね、それより少し大きいぐらいの、機器が開発されて、それを飲み込むことで、心臓の音、肺の音、そして、体内の、腸のところでですね、正確な体温を測ることができるというものについてですね、いろんなところでスポーツ、軍隊、それからいろんな病気の研究ですね、熱射病などもそうですし、心音、肺の音も聞きますので、いろんなところをチェックすることができるというものですね。そういったものを今後どういうふうに、いろんなところで活用していくのか、そしてまたその機器の開発からさらにどんなことが推測されたり、未来をどう予想していくのか、いろんなことについて、皆さんに、ご参加されている皆さんにお聞きしていきたいと思います。そうですね、身体検査といいますか、定期検診などは会社でも行われていますし、個人でもいろんな、検査だったり病気をお持ちの方もいらっしゃるかもしれませんので、その辺の、こういったものがあったらということとともに、気軽にどんどんディスカッションしていきたいと思います。今日はですね、月曜日クラスですので上級者ということで、帰国子女の方ですとか、大学院をアメリカで過ごされた方ですとか、ワーキングホリデーで、2年オーストラリアに出会った方、1年いらっしゃる方、語学関係でお仕事されている方、翻訳家、いろいろ英語に大変、深い関わりを持っている方がいらっしゃいますので、もう本当にざっくばらんにいろんなトピックでも皆さん対応していただきますので、楽しく気軽に、そしていろんな学びも多いと思います。それではこれから行ってまいります。今週も頑張っていきましょう。寒いので皆さん、お体十分お気をつけください。まだ朝もこれから明けてくるところですね。それでは行ってまいります。